ますから、やはりここでね開き直ってもう本当インサイド速い球シュート厳しいのをね行くんだと、そんな気持ちにね高野がなればいいんですけどね。しかしこれ清原に対してもこう逃げて逃げてボールボールということになりますと、こう西武のシーズン中の、ね、大量得点のパターンになってしまいますよね。そうなんですよね。こうピッチャーがこう逃げて逃げてボールを埋めてランナーを止めてこう、まあ、ヒットでこうチャンスが広がってきますからね、一気にこう気持ちのケースありますけどね。大分さん、ようやく三塁側ブルペン伊藤がピッチングメッチ始めましたね。そうですね。こういう風が強い日、まあ、打球伸びますよね。より浅いような感じするんですね、秋山の時から。あのもんですかね、あれはセンターの人は守りに自信があるんでしょう、彼は。でも今日の風は注意しないといけないね、守ってるんで、ね、野手は。ともに足が速いランナー、三塁ゴロ、ハウエル突っ込んで取って一塁へ送ります。一塁アウトになりました。ランナーはそれぞれ進塁、2アウトランナー。なんとか清原を打ち取りましたが、今度はデストラーで、13打数6安打4割6分2厘ホームラン2本、今年のシリーズ当たりまくっていますデストラーで。ここはベンチは考えますね、石毛で勝負するのかね、デストラーデ で逃げないでいくのかね。大下さんだったらどうしますか。いや、ここはね、はっきり言って歩かした方がいいと思います。大木さんだったらどうします。そうですね、石毛君というのもね、なかなかそのしぶといし、やっぱり、ここはボールボール、できるだけボールを振らしていくというね、明らかな負けというよりもうまく引っ掛けるというね、そういう気持ちじゃないですかね。古田がねフォークボールを要求できるかどうかでしょうね。やはりワイルドピッチっていうのが怖いですから、やはり高野のフォークが切れますとこのデストラーで空振りしますけどもね。まあ、まあ、中途半端じゃね、多いでしょうね。そうそうそう、はっきりね、なんて言いますか、勝負するか歩かせるか、そうしないと1ヶ月ちょっと久しぶりでしょう、気まずいコントロールがどうかなっていうね、不安がありますよね。高く打ち上げました。サードはハウエル、そしてショート池山、池山取りました。1回の裏の大ピンチ、高野取りました。フラントレース、そして今この秋晴れのもとに今年最後の一昨日はホームラン1本打ちました。好投石井から右中間へ、広沢らしい打球でしたが、昨日はおとなしい。三遊間の当たり、石毛カットしました。ワンアウト。はつらつとした動きです。しかし大下さん、この石毛が相変わらず元気ですね。元気ですね。今もいいスタート切りましたね。今年36歳になりました石毛ですが、本当に元気。もう36になりました。なりましたね。さあ、ヤクルトの鍵を握る男ハウエル、若松さん、この人にヒット1本でも出てくれるとね、ヤクルトのベンチのムードがガラッと変わってくると思うんですが。そうですね、まあ、ヒットというよりね、一発ですね。やっぱり一発ですか。まあ、今日もね、練習前に相当こうコーチの人とかね、いろんな人にこうバッティング注意されてましたけども、やはりこう見ててね、練習の時より本当に一足分ね、あまりにこうベース寄りにクローズしてきますよね。はい。
まあ、その部分やはりあのインコースがこう窮屈になっているというね、そういうあの感じの方がいいと思いますね。そして今のバッティングなんかはどうですか、元のままですか、それとも少し変えてきてますか。そうですよね、まあ、ですからあのこのハウエルの要するに、まあ、一番打てないと思っているんですかね、インコースのスライダーなんですよね。まあ、それもなんかこううまくこうついてるみたいですね今日は。そしてこのインハイもついてこられます。あの今日はいけるんじゃないかなという僕は気はしてるんですけども、というのはセカンドに野村監督パリデスを使ってきたでしょう、はい、というのはなんかそういう気分転換をさせてやろうという気遣いじゃないかと思いますけどもね。なるほど。しかしまたまたハウエルのバットが空を切りました。一緒でしたね。一緒でしたね。10本打ったハウエル、まさかここまでね完璧に抑え込まれるとは思いませんでした。でもね、この空振りなんか見てもね、タイミングはね合ってるんですよね。合ってるんですけども、そのボール一つどうなんですかね、上下でこう空振りしてるという感じですから。さあハウエルがダメならこの人もまだ日本シリーズではヒットが2本だけ。ヤクルト初ヒットは池山のバットから叩き出されました。大石さん、今のバッティングはどうなんですか。スライダーでしょうけどね、右方向というのは狙っていたんですか。まあ、狙ってないですね。狙ってない、たまたま、たまたまって言ったら池山は怒るかも分からないけども、さあ、2アウトの場面、ここは池山の足考えてどうなんですか、作戦的には。いや、今日はこの風ですからね、もう畑のもう本当にこんなムードですから、やはり長打力っていうんですかね、長打期待でしょうね。そして畑が追い込まれた時に池山スタート切れればね、走っていいと思いますけども。簡単に2打数目というのはもうこれで終わりだから、もういいやという気持ちになってやればね、どんなことでも、どんなことでもできると思いますよ。おっと、逆を突かれた。もうとする前にもう追い込まれてしまうんだというね、まあ、そのあたり伊藤のリードがうまいんでしょうが、もう一回コースに外してきました。右足を人工芝にかけています。池山かなり大きなリードを取っています。スタートの構えだけ、いや、いいと思いますね。非常にバッテリーを牽制してますからね、池山もね。でもこの場合はもうね、ピッチャーストライクの方がいいんですよ。お砂糖走ろうが何しろ関係ないですからね。スイングアウトの三振、フォークボールで仕留めました。